はいどうも、B 所です。まずはじめにね、このチャンネルの登録者数が400人を突破しました。いつもご覧いただきありがとうございます。最近 Twitter とかで見てますっていう風な声とかかけていただけることも増えてきたので、嬉しいなと思ってます。このチャンネル見てる方の約9割がチャンネル登録してないっていう風な方なので、ぜひね、チャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは、本題に移っていくんですけど、今日の動画は新作ホットトイズ、プレジデントロキについて紹介していきます。この動画で以前発表されたドラマ版ロキのフィギュアについても紹介しているので、よかったらそちらもご覧ください。さあ今回発表されたこちらのフィギュアなんですけど、かなりやばい内容となってますね。とうとうこんな売り方してくるんだっていう風な感じで、発表された時にねツイッター見てかなり驚きました。というのも今回2パターンでの発売となっていて、通常版のものとプレミアムコレクターズエディションというね、名前からしてかなり魅力的なバージョンが発売されることになってます。しかもこのプレミアム版については世界限定1500セットというようなことなので、手に入れる価値はあるかなというふうに思いますね。まずは通常版についてなんですけど、通常版についてはプレジデントロキと変異体ロキの一種ワニロキに加えて、複数の付属品などが付属しているというような内容になっています。それに対して今回のプレミアムコレクターズエディションについては、フィギュアの他に背面にロキのロゴが入ったフリーサイズの T シャツ、ミニサイズのロゴライトボックス、アクリルキーホルダー、TVA のピンバッジ、プレジデントロキがジャケットの胸につけているロキの缶バッジ、カードケース、TVA のロゴ入りメモ帳、6分の1スケールのミニポスター、トレーディングカード、ステッカーといった10種類ものアイテムが付属するという、ロキファンにはたまらないセット内容となっていると思います。かなり豪華ですね。この中でも僕が特にいいなって思ったのはライトボックスですね。小さめな作りとなっているらしいので、ロキと一緒にデトルフの中に飾ったりとか、そういう楽しみ方もできそうなので、これが結構僕は楽しみですね。ステッカーとかについてはもったいなくて使えないので、購入後も箱の中にしまっておくと思うんですけど、飾る系のアイテムが付いているのはかなりいいなと思いました。T シャツについては背面にロキのオープニングのようなたくさんのロゴが描かれているデザインになっていて、こちらもいいデザインになってるかなと思いますね。フリーサイズなので着れるかどうかわかんないんですけど、コロナが落ち着いたら行われるであろうコミコンとかね、そういったイベントがあったらぜひ着ていきたいデザインとなっていて、これもとても可愛いアイテムかなと思います。でも今までホットトイズでこういうセット商品っていうのはなかったと思うので、今回のプレジデントロキをきっかけにして今後他の人気キャラクターでも同じような商品展開があるんじゃないかなというふうに思ってますね。それではフィギュアについて詳しく見ていきましょう。まずはロキについてですけれども、今回のヘッドは今までになかったようなヘッドで、笑顔がめちゃめちゃ素敵な造形となっていますね。しかもこの造形を見てもかなり似ていることがわかると思います。 TVA 版のロキの顔も結構いい造形だったんですけれども、今回のヘッドについてもかなりいいですね。ドラマの中で出てきたプレジデントロキと比べてもかなり似ていると思います。衣装については、ロキといえば2本の角のヘルメットはもちろん、ロキのバッジが胸元についたジャケット、グリーンのベストとネクタイ、パンツなど、プロトタイプの画像を見ても、質感やディテールにかなりこだわりを感じることができる見た目となっていると思います。肩の部分だったり、裾が破れていたり、本当に細部に至るまでかなりこだわっていると思いますね。他にも全体的にウェザリング加工がされていることによって、荒廃したボイドという世界の中で生き延びてきた汚れや傷なんかも表現されていて、かなりリアルなフィギュアとなっていますね。他の付属品としては、ロキおなじみのダガーナイフが2本、魔法のエフェクトパーツ、そしてキャンディーの杖も付属しているというようなことですね。そしてもう一つの変異体ロキ、ワニロキですね。これもかなり可愛いですよね。最近ツイッターとかね、インスタとかでも海外の方とかでこのワニロキを自作している方というかも見かけたんですけれども、それが今回公式から発表されました。でもワニロキの口元が今回稼働するような形となっていて、少しは表情をつけることも可能ですし、ドラマのように手首を食わせたりすることもできるので、ポージング含めてかなりいろいろな方法で楽しむことができる内容となっていそうです。続いて発売時期と価格についてですが、いつもだとトイサピエンスと育ちトイズさんを例にするんですけど、今回育ちトイズについては問い合わせたところプレミアム版の取り扱いはないというふうなことだったので、国内だと今のところトイサピエンスのみの取り扱いになりそうです。通常版はまだちょっとわかんないんですけど、とりあえずトイサピエンスの情報だけ紹介していこうと思います。まずは価格についてですが、通常版の予約価格で 38,300 円、そしてプレミアム版で今回も高いですね、5万5000円というふうになっています。
そして発売時期については2023年の6月、約1年半後の発売、そういうふうな記載がありました。値段についてはね、今回もかなり高いですね。最近発表されるフィギュアが豪華なフィギュアではあるんですけど、だいたい5万円を超えてくるので、これが今後の価格のデフォルトになりそうな感じもちょっとするので、もう少し値段下げてくれると嬉しいなぁと思っちゃいますね。付属するものの内容とかも今回のロキとかも含めて豪華ですし、フィギュアのクオリティもだんだん上がってきてはいるんですけど、どうしても値段が高いなというふうに思っちゃいますね。発売時期についてはやはり1年半後というふうなことなんですけれども、今回のヘッドもまた新造形のものですし、衣装とかも結構凝ってる作りとなっているので、前倒しの可能性はあまりないのかなというふうに思ってます。最近発表されるフィギュアがだいたい2023年の6月とかそのくらいの発売となっているので、ホットトイズさん本当にお疲れ様ですというような感じですね。だからといってクオリティを下げてほしくないなっていうのがホットトイズファンの意見かなと思います。ということで、今回は新作ホットトイズのプレジデントロキを紹介しました。値段的にも悩んだんですけど、ちゃんとねプレミアムセット予約しちゃいましたね。限定1500体ですし、多分これが届いた後に後悔するというようなことはないと思うので、ぜひ気になっている方は早めに予約してほしいですね。生産数が限定なので割と早めになくなると思うんですよね。なので迷っている方は早めにどうぞ。プレミアムバージョンには高くて手が出せないというふうな方もいると思うんですけれども、通常版でもロキ本体とワニロキも付属していたりだとか、結構十分楽しめるような内容となっていると思うので、ぜひ通常版でもいいので予約してほしいなと思います。一個文句的なことを言うとすれば、このプレジデントロキって、ロキの変異体だと思うんですけど、なぜ変異体のくせにここまで豪華な扱いなんだろうと思っちゃいますね。やっぱり一番代表的なロキはアベンジャーズの敵であるロキなので、以前発表されたロキのフィギュアでこのセット内容とかで作ってほしかったなっていうふうに思っちゃいますね。以前発表されたロキもミス・ミニッツとかついていていいなと思いますし、TVA のね衣装がかなり渋くてかっこいいので迷うんですけど、まだ予約してなかったので一旦ロキについてはこのプレミアムセットだけにしようかなというふうに思ってます。はい、ということで、このチャンネルでは今日のような新作ホットトイズの紹介だったりフィギュアのレビュー、カスタムといった動画を投稿しているので、よかったらチャンネル登録お願いします。また概要欄の方にトイサピエンスの予約リンクや Twitter、Instagram のリンクもあるので、ぜひフォローをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。